皆さん、こんにちは。今回は卓球界の若きエース平野美宇選手に焦点を当てた特別企画をお届けします。2大会連続で銀メダルを獲得した平野選手の軌跡とそこに込められた思いを深掘りしていきましょう。平野美宇選手、24歳、日本卓球界の若きエースとして知られる彼女がまたしても銀メダルを手にしました。今大会、平野選手は女子団体で銀メダルを獲得。これで2大会連続の銀メダル獲得となりました。表彰式を終えた平野選手の表情は穏やかでした。金メダルには手が届かなかったものの、彼女の目には確かな自信と成長の跡が見て取れます。2つの銀メダルはそれぞれ異なる価値がありますと平野選手。この言葉にはどんな思いが込められているのでしょうか。前回大会と今回の大会、同じ銀メダルでも平野選手にとっては全く異なる意味を持つようです。前回は若手として参加しましたが、今回は最年長でした。不安もありましたが、先輩方が築いてきた結果をつなげられたことに安堵しています。この言葉からは平野選手の責任感と成長がうかがえます。若手から中堅へ、その立場の変化が彼女に新たな視点をもたらしたのでしょう。平野選手は人間的にも成長できた3年間でしたと振り返ります。この3年間彼女は何を経験し何を学んだのでしょうか。卓球の技術面はもちろん、精神面でも大きな成長があったようです。チームの中心選手としてプレッシャーと向き合い、それを乗り越えてきた3年間。その過程で平野選手は一回り大きくなったのではないでしょうか。今回の銀メダルは団体戦での獲得。平野選手は3姉妹ショットを公開し、チームメートとの絆の深さを見せてくれました。みんな素敵な笑顔、3人とも可愛いといったファンからのコメントが寄せられています。技術だけでなくチームワークの良さも日本チームの強みだったのでしょう。 SNS では平野選手の活躍に対して多くの反応が寄せられています。頑張ってる姿、とても活力をもらいました。平野選手の成長ぶりに感動しました。次は金メダルを期待しています。こういったコメントからは平野選手への期待と応援の気持ちが伝わってきます。平野選手は次の4年間について興味深い発言をしています。もっと強くなって勝てるようにと意気込みつつ、勉強にも取り組みたいです、卓球以外のことにも挑戦したいとも語っています。この言葉からは卓球に対する情熱と同時に人間としての幅を広げたいという思いが感じられます。平野選手にとって卓球はあくまでも自己表現の一つの形、それ以外の面でも成長したいという意欲が垣間見えます。平野選手の技術面での進化も見逃せません。前回大会から今回の大会まで彼女のプレースタイルにはどのような変化があったのでしょうか。スピードと正確性を兼ね備えた平野選手のプレー、それに加えて経験を重ねたことで戦術面でも成長が見られます。相手の弱点を的確につく試合の流れを読む力、こういった面での向上が2大会連続の銀メダル獲得につながったと言えるでしょう。技術面だけでなくメンタル面での成長も平野選手の強みです。最年長で不安もあったという言葉からはプレッシャーと向き合う姿勢がうかがえます。そのプレッシャーを跳ね返し結果を出す、この経験は平野選手にとって大きな財産となったはずです。今後のキャリアにおいてもこの経験は必ず生きてくるでしょう。平野選手と母マリコさんの関係はとても深いものがあります。その絆を象徴するのが試合前後の LINE でのやり取りです。美宇は試合会場へ入る直前、必ず私に行ってきますと連絡してくるんですとマリコさん。この習慣についてマリコさんは、私に背中を押してほしい、自分で自分の背中を押しているのかな、私も役に立っているのかなと思いますと語っています。そして五輪のシングルス代表が確実となった時の家族 LINE では美宇選手の本音が垣間見えました。家族の祝福にありがとうと答えた後、苦しかったの後に号泣する絵文字を並べて投稿したのです。マリコさんはこの素直な感情表現について、決まるまでは一言も私には言わなかった言葉なので、本当にこの2年間
耐えて耐えて自分の気持ちを一生懸命コントロールしながら取り組んできた。そして解放されて本音を家族に伝えて、吐いてくれたのかな、と語りました。平野選手のキャリアは順風満帆ではありませんでした。マリコさんは、娘が経験した3度のどん底について語っています。リオオリンピックでリザーブだったこと、卓球をやめたいと思うまでどん底を味わったこと、東京オリンピックのシングルス枠を取れなかったこと、これらの挫折を乗り越え、平野選手は人間的に大きく成長しました。マリコさんは当時について、目が死んでいる魚みたいだった。選手として死んでしまう。と思っていたと語り、また、東京オリンピックの前と後では、全く違う人間。今は逃げたい気持ちが一切ありません、と語っています。平野選手の成長は、母であるマリコさんの目にも明らかでした。東京オリンピック後、平野選手は、自分の人生は、自分で決める、と語りました。この言葉を聞いたマリコさんは、本当の意味での独立を実感した。やっと卓球に出会ってくれてよかったと思えました、と、娘の成長を喜びました。そして、パリオリンピックに向けた平野選手の姿勢について、マリコさんはこう語っています。周りの方に感謝。逃げない。言い訳しない。自分の人生は自分でコントロールする。すべてを乗り越え、こんな人間的に成長した美羽を見ることができて、やっぱり卓球に出会ってくれてよかったと思っています。このように、母、マリコさんとのやり取りを通じて、平野選手の成長と挑戦の軌跡がより鮮明に浮かび上がってきます。彼女の強さと弱さ、そしてそれを乗り越えていく姿は、多くの人々に勇気と希望を与えているのです。平野選手の活躍は、国内だけでなく国際的にも高く評価されています。世界ランキングでも上位に位置する彼女。その実力は、世界中の卓球ファンに認められています。日本の平野選手は本当に強い。彼女との対戦は常に緊張する。平野選手のスピードは驚異的。世界トップクラスの選手だ。こういった海外選手やコーチからのコメントからも、平野選手の実力の高さがうかがえます。平野選手の魅力は、卓球の技術だけではありません。インタビューでの受け答えや、SNS での発信からは、彼女の人間性も垣間見えます。明るく前向きな性格、チームメイトを思いやる優しさ、そして何より、常に向上心を持ち続ける姿勢。これらすべてが、平野選手の魅力となっているのです。平野選手は、卓球以外のことにも挑戦したいと語っています。これは、彼女のどんな一面を表しているのでしょうか。卓球一筋できた平野選手。しかし、彼女の好奇心は卓球だけにとどまりません。新しいことに挑戦する勇気。自分の可能性を広げようとする姿勢。これらは、アスリートとしてだけでなく、一人の人間としての成長を物語っています。人に伝える力をつけ、卓球界の今後を見据えて活動の幅を広げ、多くのことを学んでいくと大きな野望を掲げています。2大会連続の銀メダル。次の目標は言うまでもなく、金メダルの獲得でしょう。しかし、平野選手の目標はそれだけではありません。もっと強くなって勝てるようにという言葉には、単に結果を求めるだけでなく、プロセスを大切にする姿勢が表れています。技術の向上はもちろん、人間としての成長も含めた総合的な強さを目指しているのです。2大会連続の銀メダル獲得。平野美宇選手にとって、この3年間は大きな成長の期間でした。技術面での向上はもちろん、精神面でも大きく成長した平野選手。彼女の姿は、多くの人々に勇気と希望を与えています。東京までは、すごく苦しい5年間。この3年間は卓球も大事にしながら、視野も広がった人間的にも成長できた3年間でした、という平野選手の言葉。この言葉には、アスリートとしてだけでなく、一人の人間としての成長が込められています。これからの平野選手の活躍に、ますます期待が高まります。金メダル獲得はもちろん、卓球以外の分野での挑戦も含めて、彼女の今後の歩みを見守っていきたいと思います。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。